ソコンの前の皆様、本日はアルケミスト新プロジェクト発表ムービーをご覧いただきまして誠にありがとうございます。私、発表会の司会進行を務めさせていただきます大橋のり子と申します。よろしくお願いいたします。それでは早速でございますが、アルケミストから新プロジェクトに関連するムービーが届いておりますので、ご覧いただければと思います。それではどうぞ。皆様いかがでしたか。アルケミストの新プロジェクトを発表させていただきます。プレイステーション3で発売されることになったウミネコの泣く頃に、魔女と推理のロンド、本日はこの作品のプロデューサーであるアルケミスト中川茂氏よりゲームの詳細をご紹介させていただきます。それでは中川さん、よろしくお願いいたします。アルケミストの中川です。どうぞよろしくお願いします。ウミネコの鳴く頃には、イグラシの鳴く頃にでいろいろなメディアに旋風を巻き起こした作家龍騎士07さんの最新作です。台風に閉ざされた五島で起きる連続殺人事件、遺産相続、黄金伝説など王道ミステリーの要素を含みながらも、魔女を名乗る人物から届く怪しげな手紙をきっかけに、物語は次第に魔女幻想、ファンタジーに侵食されていくという奇怪な世界観です。不可解な殺人は全て魔法によるものとする黄金の魔女ベアトリーチェと、トリックは全て人間で説明できると魔女を否定しようとする後宮バトラ、この2人による魔法と推理の応酬とともにストーリーが展開する連続殺人幻想ノベル、それがウミネコの鳴く頃に。本日発表したプレイステーション3版はその一色作です。原作を忠実に再現することをコンセプトに制作しております。まず今回は原作エピソードの1から4を収録しております。もちろんクリア後のお茶会も全て収録です。またゲーム中の BGM は原作と同じものを採用しております。これは原作ファンには嬉しいところではないでしょうか。キャラクター背景などのグラフィック部分は全面的に差し替えました。キャラクターデザインは原作の肖像画も描いているエクサ・タカヒトと、グッズでゆるキャラを描いている FFC、 この2人が担当しております。今回はグラフィックの物量が圧倒的です。キャラクターグラフィックでいうと魔女ベアトリーチェだけで500種類もの動きがあります。しかもこれらはフル HD に完全対応、大画面のモニターで見た時の美しさは絶対に味わってほしいところです。
また音声はすべてフルボイスです。アニメ版とほぼ同じ声優陣による熱演にもご期待ください。推理は可能か不可能か、犯人は人か魔女か、それとも幻想なのか。プレイステーション3専用ソフト、犬猫の鳴く頃に、魔女と推理のロンドは12月16日発売予定です。ぜひご期待ください。ありがとうございました。とっても内容の深いゲームに仕上がっているんですね。さて、このゲームの発表に際しまして、関係者の皆様からメッセージをいただいておりますので、ご紹介させていただきます。まず最初に、海猫の鳴く頃にシリーズ原作でおなじみの竜騎士07先生からのコメントをご紹介いたします。ムービーをご覧になっている皆さん、こんにちは。竜騎士07です。海猫の鳴く頃には連続殺人幻想ノベル、嵐の孤島で起こる不気味な連続密室殺人事件のミステリーと、ベアトリーチェと名乗る謎の魔女による魔法殺人という、ファンタジーが入り混じる複雑奇怪な世界です。次々に起こる不可能犯罪に、あなたはミステリーとして挑むこともできます。しかし魔女は、そんなことは考えるだけ無駄だとばかりに、あなたと推理を攪乱し、この物語をファンタジーで侵食しようと企んできます。ミステリーとファンタジーという相反する要素を同時に楽しむことができる奇怪なる物語、海猫の鳴く頃に。あなたと魔女の推理と幻想の物語を、どうか心ゆくまでお楽しみいただければと思います。あなたは最後まで魔女に屈することなくミステリーを貫くことができるのか。いいえ、おそらくは屈し、魔女の靴を舐めることになるでしょう。原作の PC 版ではほとんどの方がそうでしたが、コンシューマー版での新しい挑戦者の皆さんが魔女に屈して靴を舐めるところを、私はこの高みよりのんびりと見物させてもらうつもりです。ようこそ海猫の鳴く頃にの世界。はい、前作の日暮らしに続き、今回も諸々のご監修をいただいております。本当にありがとうございます。続きまして、任天堂 DS の日暮らしの鳴く頃に絆シリーズ等で多くの楽曲をご提供いただいております株式会社 5PB 代表取締役志倉千代丸さんよりいただいたコメントをご紹介いたします。海猫の鳴く頃にコンシューマー化発表おめでとうございます。プレイステーション3版の主題歌を担当させていただきました志倉千代丸です。今回のプレイステーション3版はエピソード1からエピソード4の魅力が全て詰まっているということ。実は原作 PC シリーズではエピソード5の主題歌を担当させていただいたのですが、その時に作詞用の資料として読ませていただいたのが、ちょうどこのエピソード4までのシナリオなんです。それはそれは結構なテキスト量だったんですが、ミステリーファンタジーの分岐点へと何度も戻されてしまうベアトリーチェによる裏切りの物語に魅了され、休憩時間を忘れてしまうほどの疾走感に酔いしれたのを今でもよく覚えています。こうして制作に参加させていただくことはもちろん光栄なのですが、やっぱり楽しむ側のポジションの人たちが羨ましいと思ってしまうのが、ネタバレ厳禁的な意味での海猫の魅力なのでしょう。ということで、今回のプレイステーション3版海猫の一ファンとして、語り合える仲間が増えることが何より嬉しく、そこに期待したいと思います。あ、肝心の音楽のことに触れていない、感じてください。はい、冒頭に聴いていただいたのが今回ご制作いただいたオープニング曲になります。今回も素晴らしい曲をありがとうございました。続きまして、海猫の鳴く頃に原作 BGM の作曲をされた第3からのコメントをご紹介いたします。